去年1年間に広島県を訪れた観光客の数は、コロナ禍前の7割まで回復したことがわかりました。広島県観光連盟によりますと、去年の広島県の観光客数は前の年に比べ23.7%増のおよそ4907万人でした。前の年を上回るのは3年ぶりで、コロナ禍前の2019年と比べ、 7割まで回復していますこのうち外国人の観光客はおよそ15万6 0人で前の年の2.7倍になりましたが2019年の276万人と比べると5.7%にとどまっています一方今年は新型コロナによる行動制限がなくなったことや g 7広島サミット開催などの影響もあり6月までに コロナ禍前の水準まで回復しているということです。